サポーターの皆さんと一緒にサッカーを楽しむことができるように一生懸命プレーしたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、まあ、久しぶりのスタメンですごく緊張しました。浦和のサポーターの方が あの声援が聞こえたのですごくパワーになりました。GGR支えてくれる皆さんにサッカーを通して笑顔になってもらえるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。どこに行ったらいいですか？カメラ事故が減るように頑張ります。忘れた。どう？うまい。 GGRなおもと選手のメモリアルをお送りしました。水内さんいかがでしたか？入団したのが6年ぐらい前でしょ、はい、あまり変わらないですよね。全然変わってないです ね、まあ、あとねプレーとしてはね当然そのチームの中心としてやってきたわけですけども、うん、まあ今ゴールシーンも何度かありましたけど、うん、あのミドルシュートねいいの決めてるじゃないですか、はい、あれもうドイツ行ったらどん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 シュート打ってやっぱりアピールしね、はい、ゴールを取るってやっぱ海外では本当認められるのに一番早いので、うん、あの迷うことなくねどんどんシュート打ってってもらいたいですね、うん、そうですね、うん、あやちゃんはありますか？私はあのロングインタビューをさせていただいた思い出もありますし、うん、また何年後かにレッツレディースに戻ってきて活躍する姿を見たいなって思いますね。そうですね、まあ、来年はワールドカップもあります、はい、そして2020年の東京オリンピックもありますから、うん、まあ、そこでやっぱ中心選手として、ね、活躍できるようにそうですね、ドイツで頑張ってもらいたいですね、はい、猶本選手にさらなる飛躍を期待しましょう。